皆さんこんにちは、ゆいです。今日はこちらのチャイナドレスに着替えていきたいと思います。そして今着けてる下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。白地の下着になっているんですけど、花柄がねすごく可愛らしくて、ここの縁にもレースがあったり、ここにも、ね、レースがワンポイントであります。こんな感じです。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね同じ下着になってるんですけど、ここがね花柄だったり、下はねこういうなんかフリフリがあってスカートっぽくなってます。こんな感じです。ではチャイナドレスに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでチャイナドレスに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。